おはようございます。昨日ね、登山の帰りでめちゃくちゃ日に焼けてます。腕とかもやばいね。今日はこれからジムに行きたいと思います。ローズガーデンっつうところに来ましたね。すごいアリス・イン・ワンダーランド感がすごいですね。さあジムはどこだ。あれホテルやん。こっちかな。あれっぽいな。なんか彷徨うこと5分ぐらい、ようやくジムに到着しました。楽しみ。わ、外にもなんかいろいろあるね。メトロに乗ってルスタベリー駅に来ました。ここは、ジム終わりでね、なんかプロテインを売ってる店があるみたいなんで、そこに向かっていきたいと思います。本当に日差しが強い。結構地下鉄乗るんですけど、1区間ね、1ラリー、1区間じゃないな、50円1ラリー払えばどこまでも行けるんですよね、地下鉄に乗って。なんでめっちゃ地下鉄乗ってます。こんな感じです。多分歩いてすぐのところにね、あるっぽいので行ってみたいと思います。ということ、なんかトビリシ市内のブログを見たら、ここにあるこのシャウルマ屋さん、ケバブサンド屋さんみたいなのの隣にね、プロテインショップあるみたいだったんですけど、どうやらこれはね、なんか雑貨屋さんみたいなのに変わってますね。いやー、潰れてるぞ。プロテイン難民だよ。潰れちゃってる。きちい。コーラの味は変わんねえ。何頼んだっけな。ダブルマックフレッシュ。まあダブルチーズバーガー、ビッグマックぐらいの感じなんかな。ピクルスかと思ったら生のキュウリ入っててビビった。でも美味しい。まあマックだね。安定します。もうちょっと切る。フジムに逃げるなんか珍しいな。そうなんですよ。だいたい猫に嫌われてるのに。そう。目がん決まってる。ありがとうございます。勝ち割ってやるぞ。いいですよ。チャチャもチャチャもチャチャもあります。チャチャもありますよ。チャチャとってもめっちゃいい。めっちゃ嬉しかった。今日結ばれて良かったと思います。あとは私からジョージアにみんなね来ていただいてありがとう。どんどん楽しんでってください。イエーイ。頑張ります。頑張ります。
私は。コロナでなんかなくなったかな。あのオフィスがさ、4人おったらまんま臭いと思う。むしろおじさんとビール飲めるか心配するんだったらさ、それお、いや知ってる人だよ。あれ誰だと思う？知らん。え、りょうたさんでしょ。そう。りょうたさん。俺マジで俺メガネかけてないから。どうしようと思って。まだね。チンチロやり続けた男の末路。俺の持ってるチンチロとさ、あとやレシートルしかないからさ。レシートルですよ。見られてください。やっぱ目をさ、塞がれるとさ、やっぱ味さ、結構さ、うん、もらいます。はい、はい、これ、一応、左側から 1,2,3 って並んでるので、はい、あの、目を開けてください。はい、どうぞ。ミリンダ、コーラ、ファイト、正解です。行きましょう。結構さ、え、あのさ、僕のさ、はい、それ多分ちょっと辛いぐらい、ちょっと辛いぐらい。食えへんのだろ。辛いのダメ。そうなの。もう閉まる。22時。いやでも微妙微妙な時間帯。そうか、最高です。か。さあ、花火を探しに行きます。さあ。この辺は子供グッズが多いあたりっぽいね、なんとなく。見つかる気しない。聞き込まないとダメだなこれ。この地下に降りてみたいんですけど、どうやったら地下に降りれるのか未だ分かっておりません。さあ、どうしたもんか。
これはマジで迷宮だぞ。花火を買いに来てるんですけど一切分かりません、全く分かりません。服が多いからこの辺じゃないことは分かるんだけどね。いやきついな、地下にはいる、暑いぞ。花火買いました、帰ります。だな、これじゃあもういい、そんなことする人めちゃくちゃ飛んだよ。落ち着きが近い。Happy birthday to you. Yahoo! Ah, wait, wait. Hi, Hei. Go.私は昇級して食べちゃってます。イエーイ、かわいい。イエーイ、味かっけえ。二人似てるよね、兄弟。ガチ？間違いない。まあこれは普通のシャワーとかですね。普通ですか。普通ですね。これはまあまあ平均点ぐらいの。言うてね。うん。
でも逆に藤本さんの場合は行動ができるので、そのモヤモヤを解決する。マダムアクさんも完成しました。おお、なになっちゃう。大歓喜です。踊ってますよ。ジョージアで俺に乗ることになるとは。シングル、ジャスミンのフライングカーペット行きましょう。わお、いや、うわっ、you